かなという感じがしますね。先制点の場面をご覧いただきます。14分前半でした。サイドに開いてマギヌンからイオンセン、この阿部がオーバーラップしたことでイオンセンが余裕を持ってボールを入れてきましたね。ガッツポーズが出ました。ストイチコビッチ監督、この1点で名古屋が自分たちのサッカーがますますできるような展開になってきました。ディフェンスラインが若かっただけに、ね、不安もあったと思うんですけど、はい、この1点大きかったです。そしてカウンターに入ってここでシュートのシーンでオフサイドになりました。鈴木、はい、が急いでリスタートをしたところ相手に奪われてそのままシュート。味方としても浦和は何があったんだというような形になってしまいましたが、はい、まあ、本当一瞬の隙、はい、集中力、逆に小川がよく狙ってたといったシーンだと思いますね。今倒れていた4戦なども